が長官の宮殿だったということで、これがこれね、オリジナルのモザイクです。あ、でこれがね、面白いの、これが面白いの。これファイティングのボクシング、ね、これローマ時代。あーでこれもあのローマ時代、これはの星座を表して外側は星座を表してだから牡牛座、あ、ごめんなさい、サソリ座もこうか、サソリ座もいい、天秤座、ちょっと見えなくなったのがカニ座、これが牡牛座かな、これが何かトラマでバジールの間、ローマ詩人の間と呼ばれている場所です。中央部分、これがカルタゴの間、中央部分はイベントなどをやります。カルタゴの間、カナのモザイクです。ですね、カルタ、田舎のこうカントリーライフを描いてある。これもローマ人の銃、四隅に季節のものが書かれていて、これはね、バラ、右下がバラ、スプリング、春で、夏がもう右上がですね、
夏、これは、ね、麦です、麦。それから左上が、秋、グレープ、はい、バルトの中で一番有名な絵と言われています。ここはまずですね、ユリシーズの間というところなんですけれども、これはですね、オデッセイアとセイラ、これギリシャ神話ですね、これはですね、ホメロスの叙事詩オデッセイアの主人公の冒険のね、ところの一場面を描いております。まあ、ギリシャ神話から取ります。でこれはですね、地中海最大の難所、セイレンの島にですね、セイレンというのはね、メガネなんですね。セイレンというのはメガネです、このセイレンというのは一番の、右の方の真ん中にこうハープみたいなのを持っている、あれがセイレン、メガネなんですけども、このセイレンの美しい歌声に惑わされて、船の岩礁をですね、このセイレンの歌に惑わされて、みんなここでですね、船が難航していたということですね。で、その船の岩礁を通過できた船がいないというね、そんな難所だと。で、この真ん中のですね、船に乗っているのがオデッセイアというね、ところなんですけども、まあ、これはオデッセイアですね、どうしても自分が聞きたい、そのね、声を聞きたいということで、自分はですね、マストにですね、くくりつけられて、そして周りにですね、4人の兵士がいるんですけど、この兵士にですね、兵士が歌声を聞いてしまうと、座礁してしまいますので、その兵士のですね、耳をローで塞いだんですね。で、自分で、このセイレンというのがその女神なんですけども、サイレンスという、この沈黙とか英語のサイレンスはこのセイレンから来ているというふうに言われているところになりまして、まあ、この女自身です。神道士と動物の戦いです。ライオンと、あ、どうだよ、でこれは動物同士さっきの大きなところ、スースの間とか、